あ皆さんこんにちは、えー、増田敏夫でございます。えー、いつも増田敏夫チャンネルをご覧いただきありがとうございます。えー、前にも申し上げてきたことですが、そうですね、先々週だったと思いますが、えー、そ, <laughs> その頃からですね、えー、この日経平均もニューヨークダウンもそろそろ調整に入ると。つまり まあ短期間に急速に上げてきたものですから、このところでまあちょっと足踏みをして、ですねそれからもう一度出直すということになるでしょうということで、今、この高値で買わないで、調整をして、下がったところで買えば報われると、そこからまた急騰するということですから。 あこの調整が終わったところで買えばいいんだと、でえー、その調整の終わりのタイミングについては、えー、また私の方からあお知らせしますというです、ねえー、ことを言ってきたわけですが、まあ、私が調整に入ると言ってからですね、えー、確かに、まあ、ニューヨーク株価も日経平均もですね、えー、下げたんですけども、 下げると、ですね、えー、まるで待ってましたとばかりですね、また跳ね上がるんですね、で跳ね上がるとまた下がると、そうするとまた跳ね上がるっていうのが、ですねこのところ2週間ぐらい続いてまして、いろいろ質問もたくさん来てまして、一体いつになったら調整に入,り入るんでしょうかと。 えー、首を長くして待ってるんですけども、もうこれ、調整がなければあ、この辺でちょっと下がったところで買った方がいいんではないでしょうかなんていうですね問い合わせが相当多くあったんですよ、でそういう方にはですね、えー、まあ、この下がったところで跳ね上がると、そこからまた下がりましたと。 そうすると、また跳ね上がるということをですね、まあ、連続この2回続けているわけなんですね。えー、ですから、もう1回同じことが起きる、つまり3回ですね、えー、同じことが起きたらそこから先はもうないから、あそこから調整に入りますよというふうに説明をしたんですよ。で、昨日なんですけども、うん えー、ニューヨークがーかなり <laughs>、えー、一時は300ドルぐらい下げたんですが、まあ、終わりは30ドルだか40ドルだか、まあ、わずかな下げで終わったんですが、えー、日経平均はですね、えー、下げるどころか、この <laughs> 上がって始まりまして、200円ぐらいですかね、上がって始まりまして、最後は少し <laughs>。 マイナスで終わったわけなんですが、まあ、これをもってですね、えー、3回目の終わりというふうに皆さんに実は連絡したんですよ、従って、もう3回同じことを繰り返したわけですから、もうあとはないとおいうことはどういうことかって言ったら、ですね、これから下がっても、ですね、まあ、多少は上がるかもしれませんけれども、今までのような下がった分を取り返すというようなことはない。 えー、もうこれからは下がるままだというふうに昨日申し上げたわけですね。そして今日、このニューヨークの先物をちょっとこ見てみますとね、えー、まあ私の言った通りというかあ、ニューヨーク市場の方もですね、大きく下げまして、ダウはですね、なんと、えー、今現在ですよ、今現在、えーえー 今現在というのはですね、えーえーまあ、ハワイ時間で、えー、9時ですから、まあ、ニューヨークの方はですね、えー、もう午後に入って、もう時期終わるというところなんですが、えー、594ドル下がってますよ。えー、で日経の先物はですね、えー、どういうふうになってるか、ちょっと調べてみますと、今現在ですね、 えー、今現在、日経の先物は 350, ドルあ350円、えー、下げて、ですね今、290円あた、えー、りを、まあふ,ふ,まあ、ふ,ふらふらしているとおいうことなんですね、ですから、まあ、350円、えー、下げたと、下げているということですね。ですから、まあ、これ、東京が始まれば、ですね <laughs> 同じような。 同じような動きになると、まあ、思いますね。ということは、<laughs> 言った通りですね、えーまあ、3回同じことを繰り返したわけですから、それからあとはないよとおお言ったわけで、つまりこれから先は下がるだけだとおいうことになって、その第1日目が今日なんですけども、おなんか下がるままのような動きになっていると、ニューヨークも500ドル以上、お日経の先物も <laughs> 350円下えということでまあ私のこの調整に入る入るということで買いたくても買えないで待ってる方がですね大勢いらっしゃるわけですがまあこのようにですね えー、3回上げ,上げ、下げました、上げました、下げま,した上げました、下げました、また上げましたって、これ3回繰り返しでもこれで終わりですから、これからあとはですね、どこら辺まで下げるかということなんですね、で、えーまあ、有料のですねここ一番とか、それからインターネット放送とかあるんですが、まあ、そういう皆さん方にはですね、えー、具体的にいついつ、 までに、まあ、日経平均はここら辺まで下がるということは申し上げておきまして、な、え、ん、ー、ならそこに買いを入れておいたらどうですかというふうに言った方もいるわけなんですが、まあ,あの、もう大体というか、決まってるんですよ。まあ、相場というのはですね、えー もう生き物っていえば生き物なんですが、えー、同時にですねマニュプレーションといって、ですね、えー、大手のファンドがですね、えー、上げようか下げようか、ま,あ、まるで談合をしているかのごとく、ですね、えーまあ、上げたり下げたり、いろいろやってるわけですよ、まあ、そこまで言うと、なんかあ,あんまり健全なあ市場というのはあまり健全なものではないというような。 感じを受けられるかもしれませんけども、まあ正直言いまして、うん、完全なんていう言葉はないんじゃないでしょうかね。えー、この、まあ、なんていうんでうか完全じゃなくて、健全ですね、えー。健全なんていう言葉はどころか、匂いもないというのがですね、えー、市場だというふうにまあ思って。 いいいいた方がいいと思いますねまた逆にですね、えー、だからこそ儲かるんだと、まただからこそ損をするんだということなんで、えー、まあ損をする人と得をする人がいるわけで、得をする人はほんのわずかなわけですが、そのほんのわずかなあ中にですね、えー、まあ入っていただきたいと思って、まあ私もいろいろですね、えー、ありとあらゆる、うその、<laughs> 努力をしながらですね、まあ、努力をするっていうのは、あの前にもお話し,しましたけども、FRB の、まあ、長老の方と非常に仲良くなりまして、私からは電話かけないんですが、向こうから電話かかってくるんですね。えー、これは非常にありがたいことで、まあ、私が勝手なことをいろいろ言うもんですから、なんかそれが役に立つらしいんですね。 ですから、何かの時はですね私はどんなことを言うかなというのをどうも聞きたいらしいんですね。えー、ですから、こういう私ですからもう無責任というか言いたい放題勝手なことをこう言うわけですよ。 そうすると、それがまあ <laughs>、向こうさんにしてみると馬鹿げた話だと思うんですけども、その馬鹿げた話をですね、聞きたいがためにわざわざですねニューヨークから電話してくるんですから、まんざらでもないなと思って、ですね相変わらず馬鹿なことばっかり申し上げてますが、そういう会話の中で、私がピンとこう来ることがたまにあるもんですから、ですから何月何日からこうなりますよと、一番いい例、 この間の12月の29日に、棒上げをして、そこからですねえ本当に <laughs> え目まぐるしい、ですねあれよあれよというほどそこから上がってきますよと、ずいぶん前に言ったんですけども、本当に29日に700円もボーンと上がって、ですねそれからあとは下がることを知らないような勢いでずっと上げてきましたよね。言っってみれば私のまさに言った通り になったわけですねだから私、神様じゃないですから、そんなことはわからないんですが、まあそういう、まあ金融の大御所っていうんでしょうかね、えー、FRB の今のパウエルさんなんかがですね、えー、先生として仰いでですね、分からなくなるといろいろ相談するっていうような人なんですよ、そういう人がですね、私の話を聞きたいって言うんだから、まんざらでもないなと思ってね、いるんですが、まあ、あ <laughs> 自己宣伝はこのぐらいにしまして、また大きく変わるときには皆さんにお話をいたしますので、ご安心ください、えー。まあ、くどいようですけれども、増田塾というのをやってまして、ここはですね、私が一番本腰を入れているところなんで、えー、皆さん余裕がありましたら、増田塾、これに参加していただきたいというふうに思っております。